うん、また脱線しちゃって脱線で、バメトに行ってケイちゃんがいて自分も戻って、そう、自己責任だから、はい、で、その肝に銘じる、で、あのパスタ屋さんですよね、楽しくてなって、そう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 、行きましたとかってなって、うん、最初はよそ行きだったよね、2人とも、ちょいよそ行き、ね、なんとかなんですよ声とかもさ、店員がさあ、そうなんですか、ありがとうございます、店員よ、そうそうそう、ちょっとワント高い、そう、ワント高い、そうそうそう、接客どうし、接客どうし、そう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 それでなんで仲良くなったのか、いや、よく覚えてない、よく覚えてないね、うん、まあ、時の流れだと思う、うん、ね、そうだよね、うん、なんで、あ、でも、うん、パスタ屋さんとは、うん、あの、一緒にテクテクの、うん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 、の取材で多分、うん、ちょっとこう仲良くなり、仲良くなりたくて、そう取材したみたいな話を教えてくれて、店舗にこうパスタ屋さんってなって、うんうん、行きたい人と、はいみたいなもちろん絶対行く私みたいな絶対なんかさ、マミがさ、絶対ってさ、マミノートってさ、あんまないよね、割とこうな、あ、なんでもいいよ、そうそうそう、あ、いやいや、流れ流れみたいな感じでさ、絶対そうそう、そこは譲りたくなかった、いや、うん、で、ね、来てくれた時に、うん、名刺もらって、うん、で、テクトキって、テクトキだってあー、やっちゃったわテクテク、なんかさ、一回噛んだら100円募金するみたいな、あ、オグガーちゃん、じゃあ次それやろう、で、かまどでしょ、そう、メールをしたら、うん、エリさんにメール刺さったのがあるけども、うん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 、エリさんもなんか来てくれてみたいなのをメールでくれて、うん、そう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 、うんうん、で、そっからもなんか来てくれたりして、うんうん、で、最初は会員登録するまでは名前わからなかったから、うん、もう実はそう、シェフの間でもテクテクの人、テクテクの人、うん、で、そう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 、で、そっからどんどん、うんうんうん、徐々に、な感じ、うん、徐々な感じ、うんうん、ちょっと何の答えにもなってない。時の流れとともにということだね。ケイさんとの最初が思い出せない。私も思い出せないんだけど、でもかなこちゃんたちが、うん、小川さんたちくれと見せ込むって言ってて、で小川つくれと見せ込むって、ママと行った時もなんか、うん、あの後見せ欲しかったって話してたんだって、うんうん、ただ小川には何かがあるみたいな話してた、あ、同じ名字の人いるんだって思って、で、エリさんたちもマメトに来てくれてるの全然気づいてなくて、いつからマメトに行ってたの、いつからなんだろう、自分チョコダメか、チョコから始まった天皇声に話しかけたかった天皇声いつだ、なんで待って、さっきがちゃんちゃん見てたんだけど覚えてる天皇声さん、あ、天皇声さん覚えてない、しかも喋ってないけど、うんうん、そうだね、まあ、気づいたらでもね、うんうん、そうそう、それでどの方が小川家さんなのか分かんなくて、うん、で、かなこちゃんちょうどなんか店にいた時にあーみたいなのを聞いて、初めてあ、この方たちだったんだみたいな、一緒に店で会ったんだけど、そう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 、確か、今日のワンデーカフェはここまで、次回もお楽しみに。